商品やサービスを効率よく販売するマーケティング。おはようございます、マサルです。今回はマーケティングについて一緒に勉強していきます。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和5年問3。観光などで訪日した外国人が国内にもたらす経済効果を示す言葉として最も適切なものはどれか。あ、アウトソーシング。い、アウトバウンド需要。う、インキュベーター。え、インバウンド需要。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はえ、インバウンド需要です。インバウンド需要について一緒に勉強していきましょう。インバウンド需要とは、観光などで訪日した外国人が国内にもたらす経済効果のことを言います。この言葉はニュースでよく耳にしますよね。コロナの影響が小さくなり、現在多くの外国人が日本を訪れています。そのような訪日した外国人が国内にもたらす経済効果をインバウンド需要と言います。よって今回の問題の正解選択肢はえ、インバウンド需要です。その他間違い選択肢も確認しておきましょう。まずはあ、アウトソーシングです。アウトソーシングとは、業務の一部を外部に委託することを言います。業務をアウトソーシングすることによってコストを削減したり、自社のコア業務に集中できるようになったり、専門的スキルを取り入れられるというメリットがあります。イの選択肢、アウトバウンド需要は、日本国内の人々が海外を訪れる時の消費活動でもたらされる経済効果を言います。現在は円安の影響などもあって、なかなか海外へ旅行行く機会は少なくなっていますよね。最後はう、インキュベーターです。インキュベーターの前にインキュベーションについてお話しします。インキュベーションとは、事業の創出や創業を支援するサービスや活動のことを言います。新たなビジネスを始めようとしている人や企業に対して不足している資源、例えば資金やオフィスなどを提供して成長を支援します。もちろんボランティアで応援するわけではなくて、支援する場合は株式などを対価としてもらうことが多いです。このようなインキュベーションを行う人のことをインキュベーターと言います。新しいビジネスを世に出そうとする起業家、または創業間もないベンチャー企業を支援する組織や団体のことをインキュベーターと言います。それでは問題を見直しましょう。 IT パスポート令和5年問3。観光などで訪日した外国人が国内にもたらす経済効果を示す言葉として最も適切なものはどれか。正解はえ、インバウンド需要です。それではもう一問、別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和元年秋問15。自社の商品やサービスの情報を主体的に収集する、見込み客の獲得を目的に、企業が SNS やブログ、検索エンジンなどを利用して商品やサービスに関連する情報を発信する。このようにして獲得した見込み客を最終的に顧客に転換させることを目標とするマーケティング手法として、最も適切なものはどれか。あ、アウトバウンドマーケティング。い、インバウンドマーケティング。う、ダイレクトマーケティング。え、テレマーケティング。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はい、インバウンドマーケティングです。ではインバウンドマーケティングについてお話ししていきます。インバウンドマーケティングとは、商品やサービスを SNS やオウンドメディアを使って PR することで、見込み客を顧客にしていく方法です。スマートフォンやインターネット環境の普及により、インバウンドマーケティングが近年注目されているマーケティング戦略です。よって正解選択肢は E のインバウンドマーケティングです。間違い選択肢も確認しておきましょう。まずはあのアウトバウンドマーケティングです。アウトバウンドマーケティングは、企業から見込み客に対してアプローチを行うマーケティング手法です。ダイレクトメールやテレビ CM などがアウトバウンドマーケティングに該当します。アウトバウンドマーケティングの特徴は、ターゲットの意思に関係なく企業側から情報を与えることができることです。不特定多数への PR をすることができるので、人の目に触れる機会を多くすることができますが、興味のない層にとってはネガティブな印象になってしまう可能性もあるので注意が必要です。次の選択肢はダイレクトマーケティング。ダイレクトマーケティングとは、直接顧客とコミュニケーションをとって販売する手法です。ダイレクトマーケティングでは、
コミュニケーションを行うターゲットを絞って情報発信を行います。よって先ほどのアウトバウンドマーケティングとは違い、ネガティブな印象を与える可能性を少なくすることができています。ダイレクトマーケティングは少ない初期投資で事業の成長が見込めるため、近年この手法を取り入れている企業が増えています。ただしもちろんダイレクトマーケティングにもデメリットがあります。例えばダイレクトマーケティングには継続性が求められます。また効果が出るまでに時間がかかるというのもダイレクトマーケティングのデメリットと言われています。最後はテレマーケティングです。テレマーケティングはオペレーターが電話で直接顧客と対話して販売促進を行う手法です。広告を見た顧客側からの電話を受け付けて商品やサービスを案内したりします。最近は電話を使わないという人も増えているので、少しずつテレマーケティングは減っているようです。最後に問題の見直しです。自社の商品やサービスの情報を主体的に収集する見込み客の獲得を目的に、企業が SNS やブログ、検索エンジンなどを利用して商品やサービスに関連する情報を発信する。このようにして獲得した見込み客を最終的に顧客に転換させることを目標とするマーケティング手法として最も適切なものはどれか。正解は E、インバウンドマーケティングです。それではここでブレイクタイム。試験とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回はインバウンド需要について勉強しました。コロナの影響が薄まったり、2023年から2024年にかけて円安の影響もあり、たくさんの外国人が日本を訪れています。では誰がどれくらい日本にお金を使っているのでしょうか。観光庁が公開している資料を見てみたいと思います。こちらは観光庁が公開している訪日外国人消費動向調査です。この調査によると、2023年の訪日外国人旅行消費者額は 5.3 兆円と過去最高になったとのことでした。ちなみにこの調査では国籍・地域別の外国人消費額も調査対象だったのですが、どの国が日本に来て一番お金を使った国だと思いますか？中国でしょうか？アメリカでしょうか？それとも別の国でしょうか？少し考えてみてください。それでは第3位から発表していきます。第3位は中国、1515億円でした。1位が中国だと思った方が多かったのかなと思いますが、中国は3位でした。次は2位の発表です。第2位はアメリカ、1733億円です。3位と2位では結構金額の差がありますよね。そして1位の発表です。中国、アメリカを抑えて日本で一番お金を使った国はどこだったのでしょうか。1位は台湾、1739億円でした。この結果を見て皆さんはどう思いましたか。私としてはこんなに台湾の方が日本に来てお金を使ってくれているというのはちょっと意外でした。こういうデータを見ると台湾の方が日本を好きでいてくれる感じがして私は嬉しいです。以上、インバウンド需要ってどれくらいという話でした。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和5年問3。観光などで訪日した外国人が国内にもたらす経済効果を示す言葉として最も適切なものはどれか。正解は A、 インバウンド需要です。もう一問。自社の商品やサービスの情報を主体的に収集する見込み客の獲得を目的に、企業が SNS やブログ、検索エンジンなどを利用して商品やサービスに関連する情報を発信する。このようにして獲得した見込み客を最終的に顧客に転換させることを目標とするマーケティング手法として最も適切なものはどれか。正解は E、 インバウンドマーケティングです。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部が運営するオンライン自習室がスタートしています。IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン実習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。